万博王国は大阪府阪南市山中渓にある市営の公園。泉山脈の地形を生かした公園でローラーエクスプレスと呼ばれる全長200メートルの滑り台や万博トリデと呼ばれる展望塔が存在する。1995年、ふるさと創生事業により造成されたアスレチック公園。阪南町は平成元年度にふるさと創生事業検討委員会を設立。 交付金の用途を市民に募集した結果、海や山に囲まれた反乱の自然を活用した人と人との交流をテーマとした自然公園を建設することに決定した。それに基づき、交通の便や歴史的な街並みなどの条件を満たす場所を選定した結果、山中経営駅に近い道地が建設場所になった。毎年春に公園内で山中経桜祭りを開催している。 山中系周辺は、熊野街道の沿線にあり、先週の奥座敷と呼ばれた地域で、江戸時代以降、宿場町として、熊野参りの参拝客で賑わっていた。昭和時代には、温泉宿も開設され、山中系温泉として中期頃まで栄えていたが、その後高速道路の開通や、駅の無人化などで旅館の閉鎖が、相次ぎ、平成に入り、最後の旅館も閉鎖された。 過疎化に危機感を抱いた住民は1974年頃から桜の植樹を開始し2018年現在約1000本が植樹されている桜祭りは1990年に初開催雨などの天候不良により一時中断となったが2002年に以前の祭典を一新する形で再開ステージショーや写真展などのイベントの開催や桜の ライトアップなどを実施するようになった。イベントや桜の相乗効果により、来場者数は増え、2010年には約1万1000人の来場者が訪れた。2011年のダイヤ改正で、奇襲時快速の一部の電車が、姫ね駅駅歌山駅間隔駅に停車するまで、祭りの当日に、奇襲時快速の一部の電車が、山中慶駅に臨時停車していた。 1995年の開園と同時に作られた滑り台。全長200メートルで最大傾斜は32度。山の中原から斜面を滑り降りていく。滑り台は2コース4本あり、そのうちの1本はディメトロドンと呼ばれる恐竜の口の中に突入する。ディメトロドンは体長21メートル。センサーが取り付けられており、突入することに吠える仕組みとなっている。 公園の山頂にある木造3階建てのアスレチック型展望塔。塔からは大阪湾や関西国際空港を一望することができる。園内にはその他にアスレチックコースのジャックの豆の木や水遊びができる広場、4月から10月末まで利用できる有料で予約制のバーベキューコーナーなどがある。ありがとうございます。